シプラゲは、ボスニア・ヘルツェゴビナのスルプスカ共和国、バニャ、ルカ、コトルイコールバロシュの集落。一時期コトルイコールバロシカ部の地方自治体となったが、1964年に、集落に戻っている。地域、シプリッチとその周辺地域は温暖な気候である。名称は、地方長官を務めた貴族のシプラが家に由来する。祖先が、原住民であったか入植者であったか。 またいかがにして、ウルバニア側の谷に広い土地を獲得し、税を得るようになったかは明らかではない。区伝と地石図によれば、ブラシチ山の麓を流れるウガル川のポーガル枝にから広がったとされている。南東方向からウルバニア側が流れる。北西方向へ川を下ると、30km 下流に、地域の中心地であるコトルバロシュ、約 60km 下流に、 バニャルカが位置している。山地に囲まれた長い谷であり、北から東にかけて、グラビチを最高地点とするシプラシコブルド、南にヤシク、南から東にかけて、シャヒノビナストラジュベニカ山地、西にカペを最高地点とするラドホバ、北から西にボルチュチを有するフラス地区が位置している。居住地は、ウルバニア川と支流沿いの長さ3キロメートル 幅2キロメートルの地域に形成されている。飲料水が豊富であり、ツルクベニカ川は水道網の一環を担っている。ウルバンヤ川に支流が合流する土地であり、ウガンニ・ムジチ川、ツルクベニカ川、バキン川が、左岸ニ・ジョルコバク川、ザグラジンスキ川、デミチュカ川が流入している。工作地に適した土地が広がっており、落葉樹、新葉樹からなる森、シデヤ、 ブナ族のソリンが混在する。森林や山陸の草地には、ボスニア・ヘルツェゴビナの固有哺乳類を含むクマ、イノシシ、オオカミ、キツネ、ハリネズミ、ヤブノウサギ、ノロジカ、アナグマ、テン、リス、イーズナなどが生息している。牧場、林地収水域は、生物群衆を支える植生に覆われている。オボドニ肉へ向かう流れには、サケ類が生息している。 しかし、最初にカワヒメマスが、ついでドナウイ島が、そしてブラウントラウトが、流域から徐々に数を減らしている。カワヒメマスは1970年代には、完全に姿を消し、様々な人為的、自然的要因により酒類の生存が、危機に瀕している。2000年代の洪水によるものが顕著であるが、乱獲、泥や林業廃棄物による汚染も、要因として挙げられる。 流域の在来種の供給源であることから、遺伝子プールの再生が課題であり、減少した魚類の回復が試みられている。ローマ時代のバシリカの平面図 A ロビー B 主室、C 別室 D アップス A 窓 C 扉 D 扉 E 扉 B、H 燃焼室 I コンソール系人骨12世紀からの、ボヒチン石器時代には、ウルバニア側の谷に最初の住民が現れたことが知られている。 その後イルリア人のマザイ遺族が居住し、紀元前4世紀にはケルト人が入った。ローマ時代の遺跡がツルクベニカ川がウルバニア川へ流入する地帯にいくつか残っており、3世紀から5世紀にかけてのものと見られる初期キリスト教建築のバシリカが発掘されている。考古学的な記録からローマの入植地が存在していたことが確認されており、また、 12世紀のステチスが残されている。ステチスは、元は、ツルクベニカ川の流入地点に存在したが、切り出され建築物の壁材として用いられた。最良の保存状態を保つ一つは、当初置かれていた地に近い、ウルバニア側に沈んでいるものである。パイオニア軍、1943年中世には、ボスニアに属しどにくらいの一部となったが、1519年に、 オスマン帝国により占領された。1878年にオーストリア・ハンガリー帝国の一部となり、1918年にはユーゴスラビア王国に移った。第二次世界大戦中、パルチザンの拠点となり、要塞とデミチュカ川の谷に設けられた第12野戦病院の所在地であった。戦争初期には地元の数部隊が存在するのみであったが、 のちにより大きな規模の部隊が編成された。重要な拠点であったため、ドイツとドラジャミハイロビッチ指揮下の部隊を含む、チェトニックから幾度も爆撃された。ズロバリチとズニチカンのブレストバチェの深い崖は、ドイツ軍機による発見は困難であった。1943年から1944年にかけて、かつてのユーゴスラビアとボスニア・ヘルツェゴビナでは、 第6次攻撃と呼ばれる期間に、第5軍団霊下に、第12野戦病院が設立された。病院を主目標とした、シプラゲ近郊へのドイツ空軍による複数回の爆撃にもかかわらず、1944年1月4日まで、病院は他の地に存在するとの作戦により残存し続けた。病院は近郊の村へ移り、さらに遠方のコリチャニへ移転した。 約600人の戦傷描写は、ストパンとロジチから、パリブク、チド日、クルシェボブルドへ移動した。1944年1月6日にストパンを蹴るれ、ケルレカンのラスクルシチェ防衛線を突破したドイツ軍が、翌朝侵入し、犯行が行われた15日までとどまった。後に、ドイツ軍は、正確な情報を有していなかったことが判明した。戦後の九百六十年代になって、 森の中に埋葬されていたパルチザンの遺体が街中のパルチザン記念墓地に改装されたエリアシュプリッジポットラキューシュプロがありがとうございます。